ディィススックアメンングミューズ最近バイオハザードにはまってて。というのはなんとですね、プレイじゃないんですよ。見るっていう方でのバイオハザードで。あのー、ちょっと前にえー、っと去年かバイオハザードの8と 7?8? あのー、バイオハザードビレッジっていうのがあったじゃないですか。であのバイオ村が出た時に あのワシャガラ DV を僕見てるんでワシャガラでバイオムラやろうっていうのがあったのよでずっとやってたの。であの中村さんが延々プレイしてるのをこうマフィア梶田さんとかあのブクブさんとかがこうコメントするみたいなであのケ、ー、ラケラ笑いながらプレイしてるっていうのとだったかなであとそれと同時にえっ、ー、と杉田さんが個人の YouTube チャンネル杉田,あの杉田智和さんね。 があの個人の YouTube チャンネルでバイオムラを全部攻略するっていう実況プレイをやっててで俺そっちを見てたのよでえっとね結局ねバイオムラワシャガラはなんかひちょいちょいやって完全プレイしてなくてえっとなんか2回ぐらいかな配信でやってくれたんだけど結局なんか配信でやるっていう雰囲気よりはなんかソロで完全にクリアしちゃっててなんかあのそれぞれが。あのマフィアさんとか 中村さんとかがソロで完全プレイしちゃって普通にクリアしてみたいな感じだったらしくてわざわざ配信でもう一回やるのめんどくせえなみたいな感じになってたっぽいんですよ。で、えー、そこを杉田さんはその初回完全攻略を延々とその実況してくれたんです。で、えー、バイオ村を全部見てたんですよ。その杉田さんのやつを更新されるたんびにどうしてもリアタイオールできないから。で見逃し見ててでその後ですよ。あのああなんかバイオいいなって思ったんだけど。 バイオのエイトってあのイーサン・ライヤーってやつが主人公で結構ソロでさ面白いでまあ娘を助けるために戦うっていうゲームなんですけどあの話も普通に面白いしゲーム見てても面白いしであのただそれでじゃあネットフリックスのバイオのアニメ見よっかな 3DCG のアニメ見よっかなってなるとあのなんだ 俺、初代のバイオは途中までプレイしてるんですよ。で、えっ、ー、と、前に言ってたじゃないですか。初代バイオが怖くてできなくて、子供の時で、大人になってからやり直したらもっと怖くてできないみたいな。てか、ゲームが下手すぎて無理みたいな風になって積んでて、今、と途中で止まってるんですけど、バイオハザード1の HD かな ?HD リマスターだっけっていうのをやってます。あの、なんだっけ、レッドクリムゾンでしたっけ クリムゾンヘッドでしたっけなんか出るやつ。であの燃やしすぎて灯油なくなるっていう <laughs> 灯油ガソリンがなくなってて今困ってるんですけどで正直どこまでプレイしたか忘れたぐらい昔にやってたんで1年ぐらいかなだからもう一回頭っからやった方がいいね今となってはね。いう感じなの。それが「バイオ1」で「2」とか「3」とか知らん。でネットフリックスの見たの。でしたら初代のさえー、っとクリスか初代のクリスが。 えと「バイオの8」にもでちょこっと出てきて「あクリスだ!」ってなったのよ。で「あなんかでもいけすかない感じになってる」みたいなうなるじゃん。でその「バイオの1」のクリスが出てきて「あでもなんかこうやっぱ初代のキャラが引き続き出てくるんだ」って思ってアニメの方の「バイオ」を見ようとしたら「レオン」っていう知らないキャラが出てくるし「レオン」が主人公みたいな扱いで出てくるんですよネットフリックス版を見ると。誰ってななるわけ知らないので「あよくわかんない」 っってなってなでもなんかバイオっぽいみたいなでも映像すごい綺麗みたいなんでネットフリックスの見てあの途中まで見てでも話がわかんないからあダメだって思って弾かれちゃったんです。で最近中村さんがバイオの,あの個人のチャンネルで、えー、わしゃがなじゃなくて中村う一さんがバイオの RE4 去年えっとあれよ世界名作劇場とコラボでさあのー、なんだっけ えっとあの「ありえな」とかさ「バイバイソー」とかのさあの空耳空耳を思いっきり公式があの多分に使ってえー、っと「ペラペラソース」とかのほらやつ出たじゃんアニメが。あれの RE4 の全クリを17時間ぐらい配信でやってて。 なもちろん分けてね何回小分けして8だか9までやさのが2時間二時間弱か2時間強ぐらいの配信を8回ぐらいやってトータルプレイ時間が17時間間がただもちろんあのリセットで戻ったりとかいろいろしてたからそれも込みにするともうちょっと長いから多分1020時間ぐらいかな多分トータル20時間ぐらいなんですけどを延々作業中に見て。 たんですよあもちろん音の作業してるときは見れないからちょいちょいで2週間ぐらいかかったかな全部見るのに。であレオンってこういうキャラなんだっていうのをその RE4 を見て認識してでなやっぱプレイ実況のさ RE3 とかあるじゃん確か,かそっちも見たいんだけどだからもうなんか見るものとしてプレイ実況として見るものとしてバイオを楽しんでるんですよ今。で えそれでバイオ4あそういやレオンってそうだそうだアニメに出てたわと思ってそれでこの間見たのよあのー、ネットフリックス版面白かったからバイオは見るものですね僕にとってはねなんか人のプレイと完成されたアニメという映画をでまだ全部見てないんですよネットフリックス3本か4本かななんか見れるのがあって1本か2本か2本か2本見てなんかその2本目のやつの や結構豪華でえっとメインキャストがクリスとレオンでその二人でなんか新しい事件を解決するみたいな話だったの。であの「らくシティ」がどうのこうのっていうのがまあ断るごとに出てくるんだけど俺そのラクーンシティのの話が分かんないのよ最初ってさバイオの館の中から脱出するゲームだったじゃん。でまあそれが言ったら我々にとっての最初の「バイオハザード」じゃないですか。 でそっからまあああいう館や洋館みたいなところに閉じ込められてそこの中でミッションをクリアしなきゃいけなくてそこから出てくみたいなあのにあのミッションをクリアして逃げ脱出するっていうゲームにはなるんだけど本編は。だバイオハザード・ビレッジ」もそうだったし、あのー、RE4 もそうだったよ。なんだけど今回その新しくその俺がいろいろ見始めたことによってラクーンシティが何なのかがわかんないんです。 でなんかその町の中でその多分2とか3なんだろうけどいわゆる都市部でもう大量にゾンビが発生して町がパニックになって町ごと焼いたみたいな話と思われるんですけどその町ごと焼いたのくだりとかを見てないせいででその瞬間誰が活躍したのかもわからないせいで俺の中では謎が解けないんですよ。だなんととかねちょっと謎解きたい ってなるとバイオワンを早いことクリアしてツースリーって自分でやんなきゃダメかってなってて苦手なんだよなあのタイプのゲームってなってますはいなるか実況プレイヤマトリのラジオカンファレンスが始まるぜまたラジオやるのラジオを正ええ、この企画何本目だ<か>いいですよ、はい、カンファレンス 見ろこれがこじらせたクリエイターの生態だヤマトリンンンンのララジジオカンファレンス、略してラジカン改めましてメインパーソナリティのヤマトリンですまあそうだからさバイオハザードをさちょっとか今トークしてたらバイオのワン頑張ろうかなって気になってきたよで次にスチームのセールまたバイオって定期的にセールするからしたら RE2 やろうかな いやーなんかねで友達最近さあのー、激オフとかも通してたけどさあのー、神楽弥勒さんねあの人バイオ大好きでバイオうまいしあのー、もうバイオはもう全てちゃんとやり込んでますからともう全て教えてあげますからとねリンさんやろうよと言ってくれたんですよ。やっぱ援護射撃があるとですねまあ1 2人プレイできるわけではないんですけれども。 英語射撃してくれる友達がいるっつーんだったらちょっとバイオやろうかなって気になるね。不思議なもんでね。はい。ということで考えたいと思いますが。うんでそんなこんなでですね、今日はネットフリックスのバイオの話をしようか、えー、他の話をしようかでまだ迷ってますが、まあでもあんまりな、バイオハザードってさ、あれなんだよね。あの、ネタバレしてもしょうがないっていうネタバレしたらしょうがないところはちょっとあるというか、まあ、 ある程度バイオハザードにささすがの私もよある程度バイオハザードに触れた結果そのその結果としてバイオの世界と何が快楽中枢を刺激するのかはある程度の理解があるからそこがねあのー、分かってるからこそネタバレしたくはないなっていう気持ちにもなるしねとかそんな感じですよはいということで、まあ、今日も頑張ってやっていきましょうヤマトのラジオカンファレンス246回

テーマトークじゃねえなこれ多分アニメソムリエの方だなガンダムシードフリーダムの話をそろそろしてもいいかいねえシードフリーダムの話をうん。今日はシードフリーダムの話をしますね、バイオはどこ行ったんだと関係ないです僕が話したいと思ったんだからあのですねまあ、シードフリーダムの話をしながら何をするかというとえーちょっと待ってねあのー、あちこちでの劇場で絶版が相次いだガンダムシードフリーダムのパンフレットの豪華版 ね、こちらを私手に入れました友達が再販かかった瞬間に映画館に行ったので買ってくれと一昨年し海南に頼んだらですね「三つけだからリンさんの分押さえおくよ」っつって言われて「やった!」って言って買っといてもらいましたでそれをですね先日受け取りましてえー、まだ開けてないんですなので珍しく開封開動画じゃねえんだけど開封ラジオですえー、ガンダムシードフリーダー皆さん見ましたかももうもうネタバレはししてもいいでしょさすがにね もう全然これあれじゃんビニール超もろもろじゃんいいやもうビリビリにしてどうせ俺のもんなんだからまああのガンダムシードを知らない人のためにね、えー、まあ言っておくとまあ20世紀になって初めて作られたあ21世紀だ21世紀になって初めて作られたテレビシリーズのガンダムで、えー、アナザーガンダムとしてね21世紀のファーストガンダムだっていう触れ込みで、えー、出たガンダムですよ。 ねえまあこのラジオ聞いてる人なんてガンダムシードをよく知らないって人はほとんどいないと思いますけどねえまあその21世紀ガンダムのえー、っとそのなんだ劇場を作りますと一度はねいろんな雑誌とかで当時シードディスティニーが放送した直後ぐらいですかやりますと言っていたのに結局それから20年全然、えー、全然本当に全然音沙汰もなく。 本当にとさたなく、えー、気がつけば20年の「ガンダムシードフリ」の劇場版「いつ来るんだいつ来るんだ」と「やっと作ります告知します」が出てそして我々の手元に今このファンフレットはあるというね。いうことでこの,あのスペシャル版豪華版はあ,のあれがついてるんですよ設定資料集がついてるんですけど、まあ、今それを開けました。 でえー、っと2002年に「ガンダムシード」の放送が開始で2024年に映画ですから22年足掛け22年の作品が一応今回完結ということで一応ね。でまあ、えー、私的にはですけどいや何一つ解決しとらんやんけと何かが解決したのかというふうな認識を私はしてますが。 あのガンダムシードのね映画を見た人たちにとってはおそらくお気づきの通りで何一つ解決していない映画だったんですよ。あの解決してないというのは、えーとまあ、結局あのガンダムシード・ディスティニーのディスティニープランあのディスティニープランで、えー、と要するに人類をあの全てほぼコーディネーター化して、えー、コーディネーター化した上であるいはコーディネーターにしなかったとしてもその遺伝子を確認や操作をしてで えっとその遺伝子を持ってる人が得意なもの不得意なものをもうあらかじめ選別してで選別した結果あなたこの仕事した方が絶対活躍できますよっていうその人の遺伝情報本当に持っている物植物的才能を生かせる人生を歩ませようという、えー、お話。でまあそれがディスティニープランだったんだけどそうじゃないと。 ね、そんなあ生まれる前から持ってる遺伝子で人生を管理されるなんてたまったもんじゃねえというそういう,うあれだったんですよね。あのそれに抗うっっていう話だったんですよで今回その新しくできた映画はそのディスティニープラン案外悪くねえんじゃねえのいやむしろありじゃねえぐらいの感じで、えー、戦いをね 改めて始めて、えー、あ,あ,るある国家が、えー、それをやろうとし始めちゃうよみたいなそういう話だったんですけどあのすげえ端的に言うと、まあ、正確にはちょっと違うんだけどねあのコーディネーターのさらに上にスーパーコーディネーターっていう要はキラヤマトがいるじゃないですかでさらにその上のアコードっていうとんでも存在がいてラックス・クラインは実はアコードでしたよみたいな話で,で、まあ、そのアコードってのがあると人身掌握みたいなものが完璧にできると。 だからそのディスティニープランを我々はさらに一段上のレベルでやりますみたいなことを言う国家が出てで当然それ以外にも、うん、ともとこの世界ではザフトとかそのザフトのさ、えー、と旧クライン派とクライン派違うわ旧、えー、とザラ派か、うん、とアスランの親父アスランの親父は結構過激派の初代の要はラスボスだったんですよでその初代のラスボスの,あのザラ派のさ 人たち残党とかさあるいは連邦のブルーコスモスっていうその連邦の過激派ねナチュラル側の過激派の人たちとかがあっちこっちで紛争してるんですよ。でそれを叩きのめすというか鎮圧するためにコンパスっていう組織ができてアークエンジェルとかはもうそこに所属してる。で、えー、アークエンジェルだけじゃなくてミレニアムって新しい船が出たりしてみたいななんかそういう設定の中でそのはしゃいじゃった国が新しくできてでえー、っとブラックナイトスコードですか なんかというかファウンデーション王国っていうのが出てきてそのファウンデーション王国の人たちが「ディスティニープランやっぱり良かったんじゃねえの?」って言って始め戦いを始めちゃって、えーまあ、またでかい戦争になるっていう。でそれを結局コンパスがいろいろな力を使って結局叩きのめすんですけどあの結局のところコーディネーターとナチュラル、まあ、あるいはアコードですけどその人たちの,その戦いというか紛争というかあるわけじゃないですか。あの 解決してい局、あのそのそのすでに紛争をしているっていう世界の中で新しい戦争が1個始まってそれを潰しただけで元々の火種なんて何一つ解決してないから何て言うのいわゆるその宇宙と地球が和解したみたいなことにはまるでなってないっていう意味で何も解決してないじゃないですかというふうな えー、話になったという話になってたというをまあ、我々は目の当たりにしたんですけどまあしょうがないというかなんというかそういうもんだよねでね俺やっぱねシードはねこれからもね続いてほしいって改めて思いましたあのねもうだってファーストガンダムの世界がさ終わる宇宙世紀 UC の世界が終わるってことはもうないじゃないだって台を変えてよ あのシードはまだ,偉いよだってキラまあディスニーでシン・アスケが主人公かどうか論はありますけれどもキラ・ヤマトは出続けてるんですよつまりアムロ・レイは出続けてるだけどガンダムのユニコーンにアムロはいないじゃないだけど人気作じゃないねんですよでも名作じゃないですかねっにも W83 がありますよ やね、えー、それから「08招待」とか「ポケット」の中の戦争とかたくさんガンダムには名作がある f q 1 t だってあります。なんだけれどもあの UC の世界でアムロが出てこない、えー、ガンダム世界は永遠紡がれ続けてんだからじゃあシードだってそれでもいいじゃん。アスララン出出ててここななないいよよキねみん出てこないの,のあの世界のだアストレイとかスターゲイザーそうだったんだよ。 アストレンは若干まあ出てくるキャラもいるけどさまだ一部出てくるキャラがいたっていいよねをまた OVA とかさ俺作ってほしいよ。あの見るよ。あの金払って買うし見るわって思ってあのこのシードフリーダムのこの新しい熱これでシードを終わらせちゃいけないって思っちゃう。 ファンとしては、まあ、たださ「アナザーガンダム」ってさそういう派ってダブル O はさ10周年とかで舞台化したりいろいろしてたじゃない。だけどああいう、まあ、ちょっと大がかりなというかちょっと不思議なねあのコックピットの椅子がガーって移動してモビルスーツの戦いを演出するっていうすごい不思議な舞台があったんですけどあのダブル O の。ガンダムのやつとかあああいいいいううううののも含めててああんまりりそういう展開になりになくいっていうのが ガンダムはある宇宙世紀だけが許されてるんです。でも、uc じゃなくてシードでも許して、俺はいいんじゃねえかなっていうふうに今思ってます。だって、足掛け20年でこんなにヒットしたんだよ。映画公業収益30億いったんでしょ。やってくれよ。プラモ出たら買うよ。だって、プラモだって売れてんだから。ねえ、なんだったらねえ、あの彗星の魔女がわーってなった時に、彗星の魔女すっと消えちゃって。 たんですプラモももうあっちこっち残ってるしょうがないだって作品の供給がないんだもんだけどシードはさあのだってまあ言っちゃ悪いけど「彗星の魔女」はさツークールだろしょうがねえよ「ツークール」だもんツークールであんだけモビルスーツ出したところでさツークールで得られる快楽とさ4クールかける ×2 プラス映画で得られる快楽ってさ何倍ですかって話なんだよ でだってハクールだよテレビシリーズだけで8あれだぜ4倍あるんだぜ水星の魔女の4倍俺たちに映像作品を与えられでアストレイとかっていうさサ,、あのー、サブのさ話もありさで、えー、スターゲイザーなんていうさあのね OVA 規模のものもありさねゲーム展開だっていっぱいしましたよこれだけワールド広いんだからさもっとやっていいじゃないやってほしいよって思うよね ゲームだってヒットしたからね連座がだってレンザがあるからこそさ今の「ガンネク」とかさもう古いけどガンネクはあのマキシブーストとかうちょっとごめんなさいゲームのこのシリーズのねバーサスシリーズの最新ってわかんないですけどその「連邦バーサスジオン」から始まるガンダムのバトルゲームって言ったらもうトップランナーを走り続けてるガンダム vs ガンンダダムム vs シリーズがあるわけですよ俺でもそれはシードで出た「連座」と「連座2プラ」は 名作だと思うんです。めちゃめちゃ面白かったから。だから、あの、こいつがなければ今のガンガンはないと思ってる。VS シリーズはないと思ってる。いや、シードはすごいですね。あの、昔、何度でも言いますけど、僕はシード大っ嫌いでした。放送当時。なんだよ、これ。それは、俺が宇宙世紀原理主義者みたいなものだったからだでしょう。よくなかった。 今見たら超面白いでよくね俺と同じこのガンダム UC 原理主義者的な位置づけでシード見れないシードフリーダムなんか別にいいかなってなっちゃってる人たちいると思うあのね楽しもうっていう前提のもとシードを見てごらん十分楽しめるよ面白いよあのだって宇宙世紀のガンダムやゼータダブルゼータだって中だるみのさクールあるやんシードにもあんだよディスティニーの序盤とかは結構辛いっていう人もいるしね でまあ俺もそれはそれで一つかなって思って見れちゃうんだけどあのそんなもんよそんなね全てが完璧じゃないんだよその全てが完璧じゃない中であのそれも含めてエンタメとしてやっぱいかに楽しめるかなんだよ俺たちは。あの実際楽しめるしねぜひともね見てほしいシードフリーダム見てほしいそれからシード見てない人はシードを見てほしい。 レシートィ0 0 2を見よう。はい。いうことで、楽しんでください。あ、でもネタバレになってないや。あ、偉い俺。シードフリーでもネタバレほぼ、あ、嘘だ。序盤にめちゃめちゃしてたわ。まあ、だけど、あの、何がエモいかは全然話してないね。はい。ということでね、いやー、皆さんシード見てください。本当にシード見てください。私はシードが好きだよ。あの、なんだったら今、UC より熱量はあるからね。 ああでもそれはそうなんだよあのコンテンツに供給があった時にさそれにわーってみんなでなるって大事なんだよねだって出なかったらさせっかく頑張ったコンテンツを作った人たちってのが寂しいじゃないですかあのー、なんかその作品を評価するタイミングがどうとかじゃないんですよそれは供給側が決めていいんだよでみんなはそれあの応援したい気持ちがある人はさやっぱそれに一生懸命応援した方がいいだから俺はもうあのゾンビもあるよゾンビタイプもいるんだ例えば五等分の花嫁俺はゾンビなのよ なぜかというともうコンテンツ供給は終わってるじゃん。なんだったらさ作者は次の漫画を書いてるしさそれもアニメ化決定してるわけでしょ。の中で俺はいまだに五等分の花嫁を追い続けてるからこれはゾンビね。ただゾンビはいい。あのだってなんだろうもうわーって盛り上がる気終わっててでも俺は一人それをあの粛々と応援し続けるっていうのはあり。あの台湾にとかでもいっぱいいたじゃないですかそういう人。それで、ね、いいと思いますけどあのただなんて言うんだろうな。なんか 入り,入り口な,なんだろうねなんかねこの評作品は今評価すべきだって言って謎のプロパガンダを打つ人いますけどあれあれ俺別にしないかもわかんないけどあの、まあまあでも作品がいいこれがいいってやるのはやっぱ一番ねあの、もぎたてフレッシュな時がいいんすよ横いうことだと思いますはい。 ということで、えー、っと、ガンダムの話ですが、えー、相変わらず私、シード熱があり,ありますので、えー、シードでガンダム、プラバトル VR、頑張ってやってます。えー、作ってますので、ぜひ皆さん、完成品楽しみにしておいてください。3月の22、23、24の、えー、ガンプラバトルに、俺が出れるといいね。ということでございます。ということで、ヤマドリンのラジオカンファレンスは、えー、246回でした。また、聞いてください。バイバイ。